皆さんこんにちは。創作よくチャンネル動画ご視聴ありがとうございます。今日はですね、ちょっと、うちにこんなもんが届きました。画面に入りきってないと思いますけども、めちゃくちゃでかくて重たいものです、ちょっとこれ開封したいと思いますね。ちょっと場所移動します。はい、というわけでこの箱なんですけど、幅がだいたい80センチ、高さ50センチくらいの、梱包になってますけど、まずはこれ開封したいと思います。こちら、シャープが1981年に発売した、ラジカセの、VZV2 という製品になります。これ一応ヤフオクで、落札したんですけど、まあいわゆるジャンク品です。故障品です。ざっくり確認したんですけど、やっぱり程度は良くないです。はい、じゃあ細かいところを見ていきたいと思います。まずこれカセット部分なんですけど、カセットの取り出しを押すとこのように蓋が開くんですが、この下のところカセットをこう乗せるところがこうぐらついてるので蓋がうまく開きません。はい、ここはどっかが欠けてここがぐらついちゃってますね。まずはカセット部分なんですけど、カセットの取り出しボタンを押すとこのように蓋が開くんですが、この下にカセットを載せるところがあるんですけど、このトレイが、ぐらついちゃって、ちょっとこの開閉がうまくいきません。はい、多分カセットも再生できないんじゃないかと思いますね。はい、こんな感じで蓋もうまく閉まりません。続いてはラジオのチューニングの表示部分なんですけど、ここは、この同調というのを回せば綺麗に回ります。はい、ただですね、この辺にあるつまみ類なんですけど、かなり欠けちゃってないところが多いです。ちなみに、これは梱包した時なのか開封した時なのか、つまみが1個取れちゃってます。で、このラジカセの最大の特徴なんですけど、真ん中にこう丸いものがありますけど、これレコードが再生できるラジカセになります。ここにこうレコードを立てて挿入して閉じると自動で再生されるっていうものなんですけど、まあ多分これも再生はできないんじゃないかと思います。上を見ますと、ラジオのアンテナこれ折れちゃってますね。
て、真ん中にあるのがキャリングハンドルなんですけど、これは大丈夫そうです。で、背面を見ますと、思いっきり日焼けしてますね。完全に黄ばんじゃってます。とこちら電池ボックスなんですけど、若干、電池の端子のところに青サビが浮いちゃってますね。ただ完全に腐食はしちゃってないようなんで、綺麗にすれば大丈夫かと思います。それから、電源ケーブル付属してないんですけど、多分、いわゆる豚鼻の電源ケーブルで代用できるんじゃないかと思います。はい、というわけでラジカセを開封するところまでなんですけれども、今後ですね、こちらの方修理して使えるようにしたいと思うんですけど、その修理動画今後制作していきたいと思います。ちょっと、いつになるかは分かんないですが、いずれ公開したいと思います。見ての通りですね、あまり程度がよろしくないんで、これからちょっと、もっと詳しく動作確認して、どこがダメなのか、どこを直さなきゃいけないのかっていうのを、詳しく調べて、修理していきたいと思います。ではまずですね、ざっくり動作確認したいと思います。モードの切り替えスイッチが6つほどありまして、左からカセットテープで、プレイヤーっていうのはこのレコードのプレイヤーのことですね。で、補助入力っていうのは多分外部入力のことだと思うんで、それからラジオの AM と FM ステレオと FM モノラルという切り替えがついています。まずラジオ聞いてみたいと思います。まず AM からいきます。こちらがチューニングだと思うので、ちょっと回してやってみたいと思います。一応ラジオ入ってるんですけど、音が左のスピーカーからしか聞こえません。で、音量現在これマックスになってますけど、かなり音が小さいです。では続いて FM 行ってみたいと思います。まあご覧のようにアンテナが折れちゃってるんで、綺麗に入るかどうかちょっとわかんないですけど、ちょっとやってみたいと思います。やっぱり音が左からしか聞こえません。はい、というわけで、一応ラジオは受信できるんですけど、音が基本的にほぼ左からしか聞こえません。もしかするとここにあるこのバランスっ
ってるやつなんですけど、これ若干いじると右から音が出たりするんで、この辺のちょっと接点が、悪くなってんじゃないかなと思います。続いてテープいきます。カセットテープはこの、左の上についてます。まずはカセット取り出し、はい、一応蓋が開くんですけど、このカセットを乗せるガイドといいますか、下側のこのプラスチックのやつがちょっとガタついて、蓋の開け閉めにちょっと悪影響があります。じゃあカセットセットします。ちょっとやっぱりガタつきがあります。ちゃんと入ってるのかどうかがちょっとわからないんですけど、蓋閉めます。はい、ご覧のように蓋が閉まりません。カセットがあると蓋が閉まらないみたいです。一応このように手で押さえると再生ができることが分かりました。じゃあ再生してみたいと思います。ちなみに、テープは1986年公開の子猫の物語という映画のサントラのテープになります。権利関係でちょっと音を直せないと思うので、聞こえるかどうかだと確かに。カセットの再生ができまして、ちょっと早送りと巻き戻しと、あと曲の頭出しはできるんですが、音がやっぱりちょっと、左からしか聞こえません。続いてレコードプレーヤーです。一応この機械はですね、ディスクをセットすると自動的に再生が始まるようなんですけど、ちょっと確認してみたいと思います。このように前面がパカッと開きまして、こちらにあるセンサーで、ディスクの大きさを判断しているようです。発音レコードこちらになります。こちらレコードになります。こちらの溝に、レコード入れまして、蓋を閉めます。はい、一応モーター回ってる音はしますけど、レコードが回りませんので、おそらくは、モーターと、このレコードを回す部分は多分ベルトで、繋がってたと思うんですが、そのベルトが切れちゃってると思います。はい、というわけで動作確認終わりました。まあそもそもジャンク品なんで
動産が保証されてるわけではなかったので、まあこんなもんなのかなとは思いましたけれども、やはりちょっと程度はよろしくないです。まあ、これからちょっと時間はかかるかもしれないですけども、できれば直して使えるようにしたいと思っています。それでは今回も動画のご視聴ありがとうございました。